はい、皆さんこんにちは、 SYK 代表の北野です。今回はですね、今日から実践、やるだけで月1000フォロワー以上集まるインスタグラム戦術の3ステップというテーマでお届けしていきます。今回のですね、内容最後まで見ていただくことによって、まあ今インスタグラムでこれから何か集客をしていきたいとか、インスタグラムって今ね、これからやっぱりめちゃめちゃ集客ができるらしいと、だけど使い方がよくわからないであったりとか、インスタグラムを感覚でね、1年間2年間とずっと頑張ってきたけどなかなかフォロワーが増えないとか、見込みのお客様に繋がらないだったりとか、受注に繋がらない、実際の売上に繋がらないという場合はですね、今回の動画を最後まで見ていただくことによって、このですね、インスタグラムを使った具体的なマーケティングの手順であったりとか、なぜ今インスタグラムがいいのかであったりとか、インスタグラムを使って具体的にフォロワー増やし、そして集客につなげていくための動線っていうのがね、手に入ると思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。まずね、インスタグラムなぜ今いいのかっていうことなんですけど、これ2018年、いわゆる今から3年前のデータですね、まあ約、まあ2、3年前ということですけども、すでにですね、3300万人以上のですね、ユーザー数っていうのがいたと。いうわけですね。で、3300万人、まあ、年々軒並みこのユーザー数が増え続けてるわけですけども、3300万人っていうのは、もう日本人のですね、4人に1人がインスタを使ってると言っても過言ではない。しかもですよ、皆さん、1億2000万人の中でも、それは赤ちゃんとかで、ね、80歳、90歳のおじいちゃん、おばあちゃんが使ってるかってはそうではないので、基本的に皆さんのですね、いわゆる生産年齢労働人口という、まあ、いわゆる見込みのお客様、20代から60代前半ぐらいの見込みのお客様っていうのは、もう基本的にですね、その単位で言えば、もう 2.5 人から3人に1人はインスタを使ってると、もうそういう時代になってきてる。ですね、マーケティングで一番重要なのは何かっていうと、見込みのお客様が、使っている、データベースであったりとか、その SNS で、皆さんは宣伝告知をしていかないといけない。まあ、一昔前であればそれがテレビでした。可処分時間のほとんどを、家族一家団らんで、テレビを見て過ごす、消費する、そういう時代があったからこそ、昔もテレビ CM が絶頂期。でも今の時代っていうのはそうじゃなくて、 YouTube であったりとか SNS っていうところに可処分時間っていうのを割く時間の割合が変わってきているからこそ、これが時代っても Instagram で宣伝告知活動していくっていうところがすごい重要で、うちのクライアントも実際このインスタグラムでいわゆるですね、めちゃめちゃフォロワー濃い芸能人みたいに20万30万フォロワーがいなくても、少ないフォロワーだったとしてもしっかりと売り上げ上げることに成功しておりますということなので、ぜひねこれ押さえておいてください。次にエンゲージメントって言って、これ簡単に言います親密度って話ですね。どれだけ自分の投稿にいいね投稿してくれたりとか、拡散してくれたり、アクションしてくれるのか、コメントしてくれるのかみたいな、そういう既存フォロワーの人との親密度ですね。これはエンゲージメントって言ったりしますけど、このエンゲージメント見たときにですね、このインスタグラムっていうのは、まあ、実際自社でですね、合計数百アカウント以上をテストマーケティングして、これ計測した結果ですね、Facebook のおよそ10倍と、そして Twitter のおよそ84倍のですね、エンゲージメント率っていうのも誇っていると。そしてね、今回のこの内容っていうのはどういうそもそも業種におすすめなのかっていうと、まあ今ね、コーチコンサルティングサービスをやっている対人支援型のビジネスであったりとか、それからオンラインを使ったセッションであったりとか、ダイエットコーチなどのですね、まあコーチコンサルセラピストお教室業から、まあフリーランス、まあ受託でね、ウェブ開発してますっていう方もそうだし、あとはまあ、店舗ですね、治療院とかサロン、クリニック、飲食店とか、EC サイト、物販系、および年商1億未満の中小零細企業すべて含む、そういった方々がこれから年商でね、1000万、2000万、3000万、そして億超えを果たしていくためにはね、このインスタグラムって非常にですね、重要、そして欠かせないツールになってきますので、ぜひね、今度は最後に見ていただきたいと思います。で、まずですね、インスタグラムですね、どういう風な手順を頼んでいけば集客できるのかということで、3ステップをお伝えします。まず1個目、人に知ってもらうなんですよ。人に知ってもらう。これはですね、まず何事のビジネスもそうなんですけど、認知してもらうっていうことがどれだけ重要かっていうことを多くの人は分かってない。わかんない。例えばコンビニ行った時に、まあ、アイスクリーム買おうってなるじゃないですか。まあ、僕は結構アイス買うんですけど、まあ、例えばアイス買う時にもですね、だいたい今日はアイス買おうとしたら、ハーゲンダッツか、チョコモナカジャンボか、桜レモンかっていうようにですね、まあ、自分の優先順位っていうのが頭の中で、だいたい決まってるわけなんですね、人ってのは。で、だからこそですね、例えば、ハーゲンダッツとチョコモナカジャンボと桜レモンとかっていうのがだいたい優先順位になるということは、お客さんの頭のですね、トップ、3ですよ。トップ3の優先順位に入るものしか売れないってことなんですよ。結局言うとね。だからこそ、例えば、東京に住んでる人が関西行って、じゃあテーマパーク行こうかって言ったら、じゃあユニバ行こうよとはなると思うんですけど、ね、ヒラパ行こうよとはならないっていう原理と一緒でですね、結局それ認知されてるかどうかって話なんですね。だから人ってのは、まず、あなたが商品を持ってたら、それをまずお客さんに知ってもらわないといけない。あなたって存在を知ってもらわないといけないけどぞ。で、その認知させる媒体っていうのはいっぱいもちろんあった方がいいんだけども、その中でまず一つ、まず再現性が高く、そしてコストがかからない、そして自宅にいながら全国を証券にオンラインで情報発信ができる媒体ってインスタでしょと。だからこれからの時代っていうのはインスタグラムを使ってまず人に知ってもらうってことがすごい重要です。二つ目、そこから興味を持ってもらわないといけないと。で、インスタでお客さんあなたの投稿とか、アカウント見ました。で、まず知ってもらうとこまでできたと。あ、こういう人がいるんだなと。
でもそこで人ってのはですね、こんな人がいるんだで終わっちゃうんですよ。結局記憶に残らない。なのでそれではやっぱり売れないってことになります。基本的にお客さんの選択肢に入れないっていう時点でですね、商品売れないってことになっちゃうんで、どうすればいいかっていうと、そこであこの人のこともっと知りたいなとか、うわこの人の投稿ちょっと気になるな、少しでもいいんですよ。興味を持ってもらうってことが非常に重要ですと。なのでこの興味を示してもらうっていうところではですね、重要なポイント2つあります。これはめっちゃ勉強になるんですよ。1つ目はね、めっちゃ勉強になる。そして2つ目がこの人過ごそうっていう権威性ですよね。権威性と、そしてめっちゃ勉強になる、この2つがあれば最強ではあるんですけども、まずそこまでなかなか実績がないよ、だけど人に確かに情報提供できる知識とかあるよっていう場合とかであれば、その知識面をしていくと。で、ある程度今までの確実の実績とかが、あるのであれば、例えば何年間このこと、物事に対して私は研究し、ノウハウを体系化することに成功したのかであったりとか、延べ何人の人に、そういったセッションを提供したのかとか、延べ何人以上の人に対して施術をしてきたのか、まあ治療の方とかだったらね、まあそういったところは書ける範囲で絶対に自分の実績っていうのはやっぱ書いていくっていうのが自分の看板になりますので、そして自分の名刺があり、もうこれからっていうのはインスタグラムのアカウントとか、そういった SNS のアカウントっていうのがあなたの名刺代わりになると、もうそういう時代になってきてると。だからこそですね、この興味を示してもらうための、そういったプロフィールの作り方というのはすごい重要になってきますと。で、3つ目、ここだと思ってもらう、まあ、どれだけですね、あなたのアカウントを見つけて、あ面白そうだなと思ってもらっても、まあ、でもこの人って別に他にもいるよねとか、まあ、別にこの人フォローしなくてもいいよねって思われてしまったら、フォロワーって増えないんですよね。なので重要なのはですね、ここだ、もうこの人だと思ってもらう。インスタっていうのは、皆さんこれ覚えててください、インスタは現代版の情報誌です。インスタは現代版の情報誌。だからこそ、この情報はここでしか手に入らない。だから今のうちに見逃さないためにフォローしておこうというふうに思ってもらってフォローされる。だからフォロワーが増えていくんですよ。で、そのフォロワー数ってはもちろん多ければ多いほどいいんですけども、1万とか2万、3万いなかったとしても、数千フォロワーでも全然ですね、月商で100、200、300単位の売り上げっていうのは全然上がる。ね、そういった、いわゆる見込みの濃いお客様を集めていくっていうのが本質にはなりますので、やったらですね、外国人のフォロワーをツールを使って集めたりとか、システムを使って集めたりとか、で、そういう業者さん今たくさんありますけど、そういうことは一切必要ないし、フォロワー買うとかね、やめてくださいね、エンゲージメント落ちるんで。なので、基本的にはしっかりとツールを使ったか、システムを使うともしっかりとこのインスタグラムを使って運用していくことが可能。まあ実際うちのね、タクススクールプランっていうサービスプランとかではですね、実際まあ運用代行のプランであったりとか、スクールプラス運用代行っていって、まあ運用皆さんはですね、まあ丸投げしながら一緒にそのインスタグラムのノウハウを学んでいきたいとかっていうような、ね、そういったプランってうちの場合はあったりするんですけど、まあ自分でこれがやっていくっていう場合もね、ぜひこの3つのポイントって意識しといていただけたらなというふうに思います。で、まずね、具体的にポイント話しますけども、まず1個目っていうのがですね、皆さんやるべきポイントとして、まずプロフィールコンセプトの作成っていうのがすごい重要になりますと。で、〇〇の人のための〇〇専門家、これが結構重要でして、インスタグラムのコンセプトってですね、まあ、よくいろんな人がいるんですよ。例えば私は、主婦をしていて、副業していて、コンサルもやって、FX もやってみてみたいな。あれこれやいろいろやってますみたいな人いますけど、なんでもさんっていうのは基本的に、価値ないんですよね。お客さんって基本的に、あなただから商品を買いたい。そして、その分野の専門家だから商品を買いたいと思いますので、その分野に特化した、できるだけ特化した専門性を出した方がやっぱりフォロワー集まりやすいし、もちろん集客にもつながりやすいと。で、これうちのね、共同代表のアカウントの一つなんですけども、まあこれは一個テストアカウントで、まあ旅に関しての情報発信をしたアカウントです。もうこれも旅に絞ってるわけですね。旅好きの人のための旅ログ専門家というコンセプトで彼はやってるわけですけども、で、実際にですね、年間120日以上行く旅行オタク30秒で、旅に出れる山さんと行く30秒の旅ログ、旅行先の宿やグルメアクティビティを紹介、TikTok も始めました。って言って、今、インスタからちょっと TikTok に誘導したりもね、テスト検出したりするんですけど、まあ、皆さんの場合とかであれば、まあ、インスタグラムから、まあ、ここね、プロフィールにですね、URL を貼ります。これ実はですね、インスタグラム内で、これ皆さん覚えてください。URL を貼れる箇所ってのはたった1箇所だけです。それがこのプロフィール欄になります。で、このプロフィール欄 URL っていうのは、まあ、基本的には LP のリンクを貼って LINE でもいいし、LINE のリンクを直リンクでもいいんですけども、まあ、LINE アットとか、もしくはまあメールマガやってるんだったらメールマガに飛ばすっていう感じでですね、そこからリストにつなげて、基本的にインスタから基本的にリストにつなげていくという流れになります。で、その LINE アットとかメールマガでのそのクローズドのコミュニケーションを通じて販売につなげていくという流れになりますので、このプロフィールってめちゃめちゃ重要です。基本的に人っていうのはアイコン見てプロフィール見て0コマ何秒でこの人のことありかなしか決めてます。プロフィールってそれぐらい重要で、もう今はですね、こう投稿とか見てないですね。もうアイコン見てプロフィール見てフォローするっていう時代になってきてますんで、プロフィール文、あなたのプロフィール文をパッと見て、あ、この人は何の専門家なのかっての分かるようなプロフィール作っていくっていうのはすごい重要です。もちろん、うちの学科ではこういったテンプレートとかもあったりするんですけど、まあ、こうしっかり作っていくと。
二つ目、フォロー申請をする。フォロー申請っていうのはですね、まあ、よくスパムと勘違いされるんですけど、これはスパムでも何でもなくてですね、まあ、特にインスタグラムっていうのはフォローをしたりとかフォローされたりするってことをそう推奨してる SNS なんでね。だからこそ、まあ、フォロワーが増えやすいっていうのもあるんですけども、実際、一昔前とかであれば、ファックス DM とか、ポスティングとか、チラシ配りとかあるじゃないですか。未だにピザ屋さんとかもですね、ポスティングしますよね。で、ピザ屋さんとピザーラとかだったら、ポスティングのチラシが入ってます。で、僕も例えば家のマンションですね、そういうピザのあれがあったら、ラッキーみたいな。あ、ちょっとクーポンで安くなるみたいな。だから僕、もらった方としても嬉しいわけですよね。で、いらなかったら別に捨てればいいんで。っていう話と一緒で、ポスティングとかチラシ配りと一緒でですね、ティッシュ配りと一緒で別に、フォロー申請もそれと同じ手段で、意図的にお客さんにこうやって認知を広めていくための宣伝活動なんですよ。だから、今の時代っていうのは、特にこれからオンラインで全国に証券取っていきたいんだったら、そういった紙ベースでコストをかけてポスティングする時間があったら、フォロー申請をしていった方がよっぽどいいよっていう話になるんですね。そうすると、自分が お客さんにフォローしに行くとですね、フォローされた側っていうのは、あ、北野さんにフォローされましたって通知が相手に来ます。それによって、まず北野さんがいるんだってことを相手に認知させることができ、そして自分のところのアカウントに来てもらうことによって、フォローされる可能性も十分高まるというわけなので、そのフォロワーの増加数っていうのは基本的に、まあこれらのやり方いっぱいあるんですけど、まず重要なこのフォロー申請によってある程度フォロワーの増加っていうのは担保できると、まあ、いうことがあるわけなんですね。そして何よりですね、このインスタを使うことで相互にコミュニケーションを取れ、ファンかリストか商品サービスの購入への動線というのを最短でやっぱ構築することができるというのは非常に、ね、魅力になってますので、ぜひこのフォロー申請をこちらから意図的にやっていくというのはすごい重要になるかなというふうに思います。これは大事なのはやっぱり闇雲にいろんな人にフォローしていくっていうのではなくてですね、しっかりとターゲティングっていうのもすごい重要です。いわゆる、例えば私はね、英会話コーチをしていますと、もしするじゃないですか、英会話教室を経営してますと、だけどフォローしに行く人が全員ですね、アメリカ人の友達だったらどうですかと、いやもう英語ペロペロですわと、まあ、いう話になっちゃいますので、ちゃんとこれから英語に興味があるとか、英語のハッシュタグをつけてるとか、ハッシュタグ検索で英語のね、学習の投稿とかにいいねをしてる人とか、そういう見込みの人に対してフォロー申請をしていかないと意味ないよっていうところはね、一つ気をつけてほしいなと思います。3つ目、インスタでもフォロー申請でコミュニケーション育成よってことで、ただフォローするだけではやっぱ味気ないということで、やっぱりですね、フォローだけじゃなくてコメントもしてあげることによって、さらにですね、このフォローバック率っていうのが加速します。まあ、いわゆるですね、コミュニケーションツールなんですよ。SNS ってのは、これ LINE もそうだし、インスタもそうだし、Twitter もそう。で、基本的にですね、ただフォローするだけじゃなくて、そこに一口コメントを添えてあげるだけでもすごい、ですね、そのフォロワーの人と、その人と親密になって、フォロワーになってくれる可能性が高めになります。例えば僕が、明日からですね、もし無一文になったとして、携帯一つ持って、もうインスタしかアプリ入れないという状況でやるとしたら、もう1日15時間ずっとインスタしかやらないです。もうずっと1時間インスタやって、もうとにかく自分がもう商品を持ってるんだ、その商品に関連ある人たちに対して、コメントしに行く、もうひたすらコメント回りしてフォローしに行く、こういうところを愚直にやっぱやっていくことで、その関係性を構築していって、そこでフォロワーをガッと増やしていって、そしてやっぱりいつもですね、例えばこれ美容室とか店舗とかもそうなんですけど、コメントをお客さんが例えばその美容室に行きました、で今日すごい綺麗な髪色になりました、ありがとうございますってコメントくれるじゃないですか。でそれに対してちゃんとコメント返信をするとか、ちゃんとコメントをしてあげるっていうことによって、やっぱりコメントしてくれる方としても嬉しいし、記憶に残るわけですよ。ってなったら、また次、美容室行くとしたら、多分他の美容室行こうって浮気するんじゃなくて、多分また同じ美容室来てくれますよっていうぐらい、既存のフォロワーたちの人たちとのそのコメントとのコミュニケーションもすごい重要だし、新規の人に対してのそのコメント周りであったりとか、そこからのフォロー申請っていうのもすごい重要になってきますので、これはスパムではなく相互方向での本当のつながり、これを重視することによって、このインスタグラムでは少ない見込みのお客様であったりとか、少ないフォロワーであったとしても圧倒的に濃いお客様ファンっていうのを獲得して、そこから売り上げにつなげていくことができるというのは、こういうロジックになっておりますので、ぜひですね、今日の内容を少しでも勉強になったよという方はですね、いいねボタン、そして高評価ね、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてぜひ下の概要欄からね、僕の LINE では実践 SNS 業界ナンバーワンの弊社が教える LINE と SNS を使ったどこでも教えていないこの年収1億から3億を達成するための全く新しい集客術について動画講義をお届けしておりますので、ぜひこちらもねチェックしてみていただきたいと思います。それではね、今回の動画以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。